上飯田駅は愛知県名古屋市北区場、飯田通り一丁目にある名古屋鉄道、名古屋市営地下鉄の駅。駅番号は名鉄がケム13、名古屋市営地下鉄がケ01、上飯田連絡線株式会社が施設を所有している。名鉄の小牧線と名古屋市営地下鉄の上、飯田線が乗り入れる、名鉄と名古屋市交通局の共同使用駅であり、名鉄が管轄している。 1971年の市電廃止後、名古屋の都心部へ向かうにはここから、市バスに乗り換えるか、1キロメートル南方にある平安通り駅まで徒歩で乗り換える必要があった。当駅から平安通り駅まで、朝夕の通勤ラッシュ時には多くの人が歩いていた。名鉄パレやーや大英などが営業している。地上駅時代は、終端部の先に、名鉄上飯田ビルで、地下1階から地上2階は、 名鉄の区分所有する地下1階、地上10階建ての建物、土地はすべて名鉄の所有という駅ビルがあり、これは地下駅移転後も現存する。また、旧上井田駅の2階へはシャッターが閉められており、現在立ち入ることはできない。島式ホーム1面2線を有する地下駅で、可動式ホーム柵が設置されている。ホームは6両まで対応している。上井田線は、開業時点では、 明城線としか交差していないが、明城線より作られた時期がかなり遅いため当たり駅のホームは地上から約21メートルの深さにあり、かなり深い位置にある。小牧よりに引き上げ線があり、当駅止まり最終列車がここで夜間退白した後、翌朝の当駅始発平安通り駅となる。それ以外はすべて直通運転である。当駅は名鉄管理であるが、乗車券確認システムは、 非導入である。当駅は上、お台駅と同様に、名鉄管理であるため窓口で、ミューチケットや名鉄の企画乗車券が購入可能。逆に、名古屋市交通局の1日乗車券などは、自動券売機でのみ発売。マナコは、名鉄仕様のもののみ発売している。名古屋市交通局単独の定期券は購入できない。ため、平安通り駅や大曽根駅などで購入することになる。駅名表は、 名鉄仕様と名古屋市交通局仕様が混在している。時刻表は、犬山方面は名鉄仕様のものが、平安通り方面は名古屋市交通局仕様のものが設置されている。駅構内の案内サイン類やホームの自動アナウンスは、名鉄仕様である、名鉄上飯田駅の年間乗車人員の推移、上飯田連絡線の開通で途中駅となり、利用者が減少した。 2003年の地下鉄上井田線開業後は、地下鉄直通を含まない名鉄だけの利用者は少なくなっている。2017年度は17,188人である。ちなみに、地下鉄だけの場合、1日平均乗車人員は2,554人。2017年度で、病音通駅に次いで利用客が少ない。上井田駅で誤って降車してしまうのを防止するためか、 安島駅発車後の自駅放送並びに上、飯田駅到着前の到着放送には、地下鉄名城線をご利用のお客様は、終点の平安通りまでご乗車ください。胸のアナウンスが流されている。上飯田バスターミナル関連系統上飯田線。開業前の停留署名は、上飯田町だった。昔より、本数は減ったものの名古屋駅や坂へ向かうバスは、現在も多数運行されている。しかし、 ここから地下鉄を利用すると平安通り駅でも乗り換えが生じるため乗り換える客は少ない。名古屋市営バス、カミリーバス停名古屋市営地下鉄、名古屋鉄道ウェブ、編集書籍、編集、ありがとうございます。